皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディイバスタの時間です。この動画は中学校3年生の社会歴史分野開国と近代日本の歩みの内容です。今日は近代革命の時代を学習します。教科書とノート、資料集などを用意しましょう。それでは教科書の144ページの資料2を見てください。この資料は17世紀のイギリスの議会の様子ですが、17世紀、日本は何時代だったでしょう。また、どんな政治が行われていたかを思い出してみましょう。思い出せましたか？この頃日本は江戸時代の前期でした。また政治は幕府と藩が力で土地と民衆を支配する政治体制、いわゆる幕藩体制をとっていましたね。では17世紀のイギリスと日本の政治を比べたとき、どちらの政治が近代的でしょうか。その理由も考えてみてください。皆さんはどちらの国と答えましたか？イギリスと答えた人が多いのではないかと思います。この時代に議会を開いて人々の意見を政治に反映させているなんて、日本では明治時代までできなかったことですからね。そこで今日は、欧米諸国はどのようにして発展していったのか、またその背景にはどのような考え方があったのか、について考えていきたいと思います。それでは教科書の144ページ145ページを見てください。まずは欧米諸国がどのようにして発展していったのか調べていきましょう。イギリスでは2度の革命が起き、政治の在り方が大きく変わりました。2つの革命の特徴と結果について教科書や資料集から調べてみましょう。ピューリタン革命では国王と議会が対立し、国王を処刑して共和制の政治を始めました。しかし王制の政治に戻ると再び専制政治が始まってしまいました。そこでまた革命を起こし、現在の国王を追放し、議会を尊重する国王を新たに選出しました。さらに、国王の権利を制限し、議会の権利を承認する権利の焦点を定めました。革命名の由来については、後で調べてみてください。続いてアメリカです。この時代のアメリカは、イギリスの植民地でした。しかし本国イギリスへの不満が高まり、独立のための戦争が起きてしまいました。それではイギリスから独立したい理由と独立戦争の結果について調べてみてください。調べられましたか？アメリカがイギリスから独立したい理由は、本国に有利な法律ばかりを制定していたり、イギリスは税金を課すのに政治には参加させてくれなかったことが考えられます。そこでいよいよアメリカがフランスなどの支援を受けながら戦争を始め、勝利を収めました。これによってアメリカはイギリスから独立してアメリカ合衆国を建国し、合衆国憲法を制定しました。政治は共和制でもなく、立憲君主制でもない大統領制という新たな政治体制を取りました。欧米では革命や独立のための戦争が起きましたが、どうしてこの時期にこのような動きが起きたのでしょうか。その背景には
人間の社会についての新たな考え方をする人の影響がありました。そこで、この時代の代表的な啓蒙思想家であるロック、ルソー、モンテスキューの3人について調べてみましょう。調べられましたか？少し難しい言葉が出てきましたね。社会契約説とは、権力者の権力は国民と契約で認められたものであり、国民が認めなければ権力を持つことはできないという考え方です。その他の言葉は、教科書の後ろにある用語解説で調べてみましょう。これで本日の授業は終わりです。しかし、まだ学習しなければならない欧米の国々がありますので、それは次の時間に学習しましょう。